はい、半間家の本家の本物の貴族の半間巌先生です。国家で歌われている君が世は巌となりてという名前の巌という名前ですね。半間巌と申します。父も元一って言いまして、同じ字を書きまして、爺さんも同じ字を書きました。二文字で書きましたけどね。でね、人間の上の、知能の上の生物と言っておりますけれども、私ですね、人間たちはなぜ無視するかというとですね、人間のノーベル賞を取っていようが博士だろうと、一般的にすごく頭のいい人とであろうと、私の能力と比べると1000分の1以下なんですね。そんなに知能は低いんですよ、人間たちは。それでね、私と人間全員との関係がありまして、防衛本能があるわけですね、人間たちは。で、宇宙にまず騙さないといけない、ね、自分たちの能力ということで、人間たちはものすごく知能が低い野蛮な生物なんですけども、徹底してね、私の能力のことは封鎖するわけですね。で、全然差が違うんですね。で、ノーベル賞だろうと何だろうと、私は全部上でね、学問を持ってましてね、非常にその、まあ、人間たちでは一番ね、知能が高い部門の人たちを受賞させてるわけですけども、本物のね、上の能力者はもう絶対隠すと。で、本物の貴族を隠すと、自分たちで作った代表の、ね、貴族とかね、勝手に作った人間たち都合の貴族しか放映しない。で、億万長者も、世界の億万長者も私が実際は上で、ね、会社のね、例えばアマゾンさんでもね、ビル・ゲイツ、マイクロソフトさんだろう、投資家だろうと、サインだろうとね、実際彼らよりかは私は彼らの仕事の上をやってるわけですね。で、まあ確かに創業者は間違いないんです、彼らはね、長者番付の、だけども実際上では私の方が上なんですね。私が全体で全部作ってきてるんで、地球のね。ただ私の方は仕様なんでね、私、用ということでね、プラスになることでやってましてね、見ながらお金もらってるわけじゃないんでね。で、それで作ったとして創業者でも、事実上私の方が上ですね。ビル・ゲイツだろうと、アマゾンさんのね、系統の億万長者とかね、投資家の3位の人、実際はそこの会社は私が作ってる方が多いですね、ということなんですよ。で、ただ人間の場合はね、能力どんな頑張っても人間たちの能力の2倍ぐらいなんですね、給料は。だからシードで与えるしかないんです、周りがね。どんなに優秀な人でも班長ぐらいの給料しか、能力はさないんです、私と違ってね。で、そういうことで世界中そうなってますね。全部で、あと人間たちはね、頭は良くなりますけど、脳波でテレパシーで情報を教わって話すことを作ることができるんで、ね、本人はただのロボットみたいなもんで、700年後に分かるとかだけで意味分かんなくて動きます。それで、ね、生きてますから、どんなバカな人でも情報をテレパシーで伝えてアナウンサーとして話せればね、私よりが頭のいい時もあるわけです。それだけ優秀なね、宇宙生物とかそういう頭が教えるとね、その通り話すだけですから、当然頭良くなるわけです。いい話するんだけど、本人は全然分かんないで話してるわけです、ね、だから機械に、ね、スピーカーつけてるだけなんですよ。で、また人間はそういうことをして言ったって、それに対して動かないんです。分かんないから。
だから話したって本人が話してる内容じゃないんで、ね、話聞けないわけですね。どんなにいい話してもその人はその通り動きません。人間は誰一人。ね、これは自分が頭のいいよということで見せるために情報を教わって話してるだけだけども、本人自身はそれはその通り動きません、全然。ね、裁判官だろうと全部嘘です。その通りいいこと話しといて、もう絶対その通り動きませんし、法律も一切守りません。勝手にその時になって都合が悪くなったりしたらもうすぐ変えちゃいますしね。だから契約全部変えちゃいます。ね、不正にね。だからということで人間っていう生物は全部そうなんですね。で、YouTuber で真面目なような悪いことを話しないようにね、させてるのは私なんだけども、ね、当然、いいことを話したって、役所が話したってやってません。事実上、総合的にその本人は、悪いことに動くことが、人間は今日肉食生物ですから、それだけとなります。全く、ならないですね。これはちょっとこれからシャワー浴びるんでね。1リットル1万5000のミネラルウォーター、ね、大統領でも入れない、ちょっとミネラルウォーターでね、シャワー浴びてまして、ちょっとお湯沸かしてたんでね、こちら山小屋なんでね、そういうことでね、どうもありがとうございました。